で何のためにこれやったかというと、これなんですね。自衛隊はなぜ青山さんに F2 戦闘機で 8G を体験させてくれたのか。それは次の F3 戦闘機を準国産機とするために本物の戦技訓練を現場体験してほしかったから、うん、はい、実はこれは僕にとっては20年以上の歴史があって、はい、この F2 がモックアップって言いまして、まだ木の模型だった時から当時貿易者として取材を始めて、その過程でアメリカが、まあ、日本もエンジンなかなか作れなかったりしたんですが、アメリカがとにかくアメリカの F16 というものと共同開発にしろ、日本がかつてのゼロ戦のように自前の準国産機作るなって圧力がものすごかったんですよね。ワシントンにも行き、東京でも取材をし、でその時代からですね、アメリカ側に対しても、いや日本が自立することはアメリカの国益にも本当はつながる、だから F3 はF2 はこうでも準国産機とするべきだってことを訴え続けて20年以上経ってきたんで、その歴史を踏まえて実はやっと実現したのが先週の金曜日だったんです。その結論から言いますとね、その後技術系の、士官たちともしたんですが、 F3 は国産で作れます、準国産で作れます、うん、そしてそれをフェアに、例えばベトナムとかインドネシアとかアジアの国々と共有していくと、売りつけるって意味じゃなくて共有していくとですね、はい、今中国製の武器がアジアに蔓延してるんですが、それで中国は支配権確立しようとしてるけれども、うん、それに対して自由の国として、自由と民主主義、独裁じゃない国としてフェアに抑止力を持つことができますから、今回の体験搭乗は僕の人生を変えました。宇宙と本当に一体になるっていう気持ちを体験し、その自衛官たちの魂にも触れました。だから本当に僕は人生変わって今立ってるんですけど、それだけじゃなくて日本のこれからの防衛力はやっぱり本当の意味の国産とアジアの連携ができると思いました、はい。